小さい頃の私は本当に弱くて泣き虫で、悲しいこととか辛いことにいつもうずくまって、ただ泣くことしかできなくて、ダメだダメだ、こっちはダメだ、その先に子供が取り残されたんだが、なんとかならないのか。さっき本局の魔導士が突入して救助は彼女がしてくれる。場所まで一直線だから。一撃で地上まで抜くよ。こちら共同体ゼロワン、エントランスホール内の要救助者女の子1名を救助しました。ありがとうございます。さすがは航空魔導士のエースオブエースですね。西側の救護隊に引き渡した後、すぐに救助活動を続行しますね。お願いします。炎の中から助け出してもらって、連れ出してもらった広い夜空、冷たい風が優しくて、抱きしめてくれる腕が温かくて、助けてくれたあの人は強くて優しくてかっこよくて、泣いてばかりで何もできない自分が情けなくて、私はあの時生まれて初めて心から思ったんだ。泣いてるだけなのも何もできないのももう嫌だって。強くなるんだ。スバル、あんまり暴れてると試験中にそのオンボロローラーが行っちゃうよ。いいよ、嫌なこと言わないで。ちゃんと油も刺してきた。
違いありません。はい、本日の試験官を務めますのは私、ミーホスバイス総長です。よろしくですよ。よろしくお願いします。あ、早速始まってるな。リーもちゃんと試験官してる。ハヤテ、ドアの展開だと危ないよ。モニターでも見られるんだから。はい。この二人がハヤテの見つけた子たちだね。うん、二人ともなかなか伸びしろがありそうな兵装隊や。今日の試験の様子を見て、いけそうなら正式に引き抜き、うん、直接の判断は菜の葉ちゃんにお任せしてるけどな。舞台に入ったら、菜の葉ちゃんの直接の部下で教え子になるわけやからな。うん、ありがとう、レイジングハート。関節用のサーチャーと障害用のオートスフィアも設置完了。私たちは全体を見てようか。 Yes, my master. 二人はここからスタートして、各所に設置されたポイントターゲットを破壊。あ、もちろん破壊しちゃダメなダミーターゲットもありますからね。妨害攻撃に気をつけて、すべてのターゲットを破壊。制限時間内にゴールを目指してくださいです。何か質問は？ありません。ありません。では、スタートまであと少し。ゴール地点で会いましょう。ですよ。レディーゴー。始まった、始まった。お手並み拝見。なんかはまだまだ続くよ。特にこれが出てくると受験者の半分以上は脱落することになる最終関門、大型オートスフィア。今の2人のスキルだと普通なら防御も回避も難しい中距離自動攻撃型の狙撃スフィア。どうやって切り抜けるか、知恵と勇気の見せどころや。行くぞー、スバルうるさい。
この先はこのまま上。上がったら最初に集中砲火が来るわ。オプティックハイド使ってクロスシフトでスフィアを瞬殺。やるわよ。了解。伸びしろがありそうだね。そうやろ。残るは最終関門。イエーイ、ナイスだよピア。一発で決まったね。あんだけ時間があればね。普段はマルチショットの命中率はあんま高くないのに、ピアはやっぱ本番に強いな。うっさいわよ。さっさと片付けて次に。滑る防御。早朝に流れ弾が当たったみたいだったけど、トラブルかな。リン、一応様子を見に行くね。はいですよ、お願いします。どうしよう。そうだね、念のためお願い。騒がないで。何でもないから。嘘だ、グキって言ったよ。何でしたでしょう。だから何でもないで。ティア、ごめん、油断してた。私の不注意をあんたに謝られるとかえってムカつくわ。走るのは無理そうね。最終関門は抜けられない。ティア、私が離れた位置からサポートするわ。そしたらあんた一人ならゴールできる。ティア、さい。次の受験の時は私一人で受けるっつってんのよ。次って半年後だよ。迷惑な足手まといがいなくなれば私はその方が気楽なのよ。分かったらさっさと。ほら早く。ティア、私前に言ったよね。弱くて情けなくて誰かに助けてもらいっぱなしな自分が嫌だったから管理局の歴史部隊に入った。魔導士を目指して魔法とシューティングアーツを習って人助けの仕事に就いた。知ってるわよ。聞きたくもないのに何度も聞かされたんだから。ティアとはずっとコンビだったから、ティアがどんな夢を見てるか、魔導士ランクのアップと昇進にどれくらい一生懸命かもよく知ってる。だからこんなとこで私の目の前でティアの夢をちょっとでもつまずかせるのなんて嫌だ。一人で行くのなんて絶対嫌だ。じゃあどうすんのよ。走れないバックスを抱えて残りちょっとの時間でどうやってゴールすんのよ。裏技反則取られちゃうかもしれないし、ちゃんとできるかもわからないけど、うまくいけば二人でゴールできる。本当？そのちょっと難しいかもなんだけど、ティアにもちょっと無理してもらうことにもなるし、よく考えるとやっぱりハマチャっぽくはあるし、なんていうか、というかもしよければって思う。
なあ、イライラする。そう、ブシブシ言っても、どうせあんたは自分のわがままを通すんでしょ。どうせ私はあんたのわがままに付き合わされるんでしょ。だったらはっきり言いなさいよ。二人でやればきっとできる。信じて。残り時間3分40秒。プランは？うん。お、出てきた。うん。あれ？だけど。16秒、まだ間に合う。はい、ターゲットオールクリアです。
ホールディングネットもかな。お疲れ様。リンもお疲れ様。ちゃんと試験管できてたよ。はい、ありがとうございます、ナノハさん。まあ細かいことは後回しにして、ランスター二刀陸士。はい。怪我は足だね。治療するから、ブーツ脱いで。まあ、治療なら、私がやるですよ。すみません。なのは、さん。ん？あ、いえ、てこの実況動画、得意！なのはさんでいいよ。みんなそう呼ぶから、4年ぶりかな。背伸びたね、スバル。また会えて嬉しいよ。さて、ナノハちゃん的に二人はどうやろう。合格かな。どうだろうね。終わりのない夢を紡ぐ幾千もの夜を越えて